はい、2月26日13時52分の相場解説ですけども、今朝はどういうことをお話したか覚えてますか？今朝はですね、相場解説、ここの力点、ここの力点、ここをね、2つ結んで、ビューッと。で、朝の相場解説は、このあたりでお話ししましたよね。で、短期的には上昇に向かうとお話ししました。で、上昇に向かったじゃないですか、結果。だからこれが取れてないと、ちょっともったいないですよ。あそこまで言ってたわけですから。これ取れておいてくださいね。40ピップスほどあるんで、結構な状態だと思います。その後で、全体的な方向は、移動平均線が3本ね。アリゲーター、口を開いて下の方に向かっているから、下だよ、と。それから、100日移動平均線、黄色くて見えにくいですけども、クロスして、上から押さえてますんで、下の流れが加速するってことです。ですから、ここまでで、このね、ゾーンを超えたんで、ここで一旦、利確して、で、今はもうポジションがない状態ですよ。それからこれからですね、さらに、こちらの方に向かっていくのか、その可能性薄いですけども、主戦場と朝お話ししました、こっちの下の方で展開していくのかってことを見極めるところです。私は大きく下に、潜っていくと思うんですよ。こちらの上の方にはね、もう用がないんじゃないかなと思います。こちらが主戦場になると思います。今日はですね、一旦午前中の利確が終わった後なんで、その後の展開として、今後は、こちらのね、下の方、110円の410から下、109円の方向に向かっての展開になると考えます。それでは引き続き、相場を見守っていきましょう。失礼します。